本山の位置、笹井富谷連邦は、栃木県宇都宮市北部山系をなす山域の総称である。南東側に田川、北西側に絹川が流れ、両川に挟まれた形で山地が形成されている。宇都宮アルプスと呼ばれることもある。栃木県北西部山系は、日光二良山の上社や、日光東照宮を祀る日光山内から、小倉山、あた山、茶臼山、 浅間山と連なり、宇都宮市北部で、笹井富谷連邦を経て、宇都宮市外部の戸祭り山、八幡山、明神山と続く。笹井富谷連邦の最高峰は、本山で、標高は561.6メートルである。本山の北側には高平山があって、その先には、平坦部を挟んで、日光市境をまたいで、丸山、同室山に続く。本山の南側に、 笹井富や連邦の山並みが続く。まず本山の南側には飯盛山があり、その南東側には高立山が続く。高立山から北東に向かう峰の先には矢倉山、東に向かう低い峰の先には妙見山、そして南に向かう峰の先には黒戸山に続き、か山があり、その南側に東北自動車道及び国道九十三号を挟んで、 笠松山がある。さらに、高立山の西側には、雷電山があって、その北西に、虎見山があり、そして日光市の浅間山に続いていく。笹井連峰の一帯は、笹井金山として金宿を採掘していた。笹井富谷連峰は、日光山系と宇都宮丘陵の間にある山地帯であり、この山地一帯は、古くより山岳信仰の対象となり、 宇都宮ふたら山の神社や花輪伝や和田や渡宮、佐都志が都神社、高尾神社、薬師堂、大日大本元堂などの寺社が置かれ、日光市内の阿多ご神社、さらに日光山内の寺社群なども、笹井富や連邦の北西の先に所在する。ありがとうございます。